魔の国で作り方を習ったんだ。かぶってみろ。仲間たちが次々に切られてく。侍に殺される。魔の国はよそ者を受け付けない鎖国国家で、世界政府にも加盟していません。侍という剣士たちが強すぎて海軍も近寄れないのだとか。800年前の大昔、この王月一族の腕で作られた壊せぬ書物、それがポーネグリフゼよ。おでん様が残されたお言葉はたった一言、我の国を開国せよ。お前が大昔に牛を切った伝説の存在に会いたかったぜ。ゾクゾクする不思議な感覚、体が踊り出しそうだ。いい儲けだな、剣豪リューマ。こいつはおとなしい剣じゃなさそうだ。拙者の狐尾流は炎で焼き切り、また炎を切り裂くことを奥義としている。拙者に切れぬ炎はない。我の国の光月一族と我らは遥か昔より兄弟分。何が滅ぼうとも敵に仲間は振らんぜよ。